こんばんは、平山茂です。今日は10月31日ですね。10月最後の日曜日でございます。現在時刻はですね、夜9時を回りまして、9時9分ですね。こんな時間でございますけれども、今日はね、ちょっとキュッと短めに行きたいと思います。皆様、本日も一日、お疲れ様でした。本当に、お疲れ様でした。お仕事、特にね、お仕事だったという方は、特に本当にお疲れ様でした。そして、ご苦労様でした。本当に、本当にお疲れ様です。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。今日は、ぐっすり、もう早めに、寝てください。うん。もう、ぐっと、ぐっぐっともう寝て、明日、バッと、ふわっと目を覚まして、太陽の光をぐっと浴びて、一日頑張りましょう。明日はもういいことありますから、絶対。ね、月曜日はいいことありますから。うん。そう。あ、ロト6やってます。私、ロト6やっておりますのでね、また明日、ロト6買って、結果発表も明日の動画でアップしますので、ぜひ見てください。さらに、明日はハロウィンジャンボですね。ハロウィンジャンボも先日買ったやつ、明日、結果発表しますので、楽しみにしててください。もし当たったら、そう、あなたに、プレゼントいたします。プレゼントしますから、楽しみにしててください。本当ですからね、本当に手渡しに行きますから、高額当選した場合ですがね、はい。とにかく、明日月曜日を楽しくしましょう。ね、今日はとにかく、ぐっすり寝て、明日月曜日を一日、楽しみましょう。仕事かもしれない。学校かもしれない。でも、楽しいんです。明日は。明日は楽しいに違いない。ということで、明日もよろしくお願いします。今日はちょっと短いですが、また明日、お会いしましょう。平山茂でございました。どうも、おやすみなさい。また明日ね。ジャーニー。ジャーニーはやめよう、もう。おやすみなさい。